AR エンジンとは、トヨタ自動車の直列4気筒ガソリンエンジンの系列である。AG 型エンジン、および G 型の後継機種として、ミディアムからラージサイズの車種に搭載される目的で開発された。出力主な搭載車種、出力主な搭載車種中国工場では 5AR、FE という形式で生産されている。出力主な搭載車種中国工場では4。 a r f x という形式で生産されている。2 a r f x をベースに、直噴、ポート噴射を併用する D-4S 技術を組み合わせている。D-4S では、初のレギュラーガソリン使用エンジン。当初の搭載車種は、FR 駆動である14代目クラウンだったため、シリーズ唯一の縦置きエンジンである。モーターと組み合わせてのシステム最高出力は220。 PS となる。出力主な搭載車種出力主な、搭載車種水冷エキゾーストマニホールド一体型シリンダーヘッド、ツインスクロールターボ、ターボ専用の直噴、d e 4 s t を採用。可変核を拡大した連続可変バルブタイミング機構、VVTE 和を搭載。出力主な搭載車種当初は、2016年にマイナーチェンジしたマーク X にも搭載される。 予定だったが、販売不振を理由に見送られた。ありがとうございます。